だった私を人買いの男から助け出してくれたのは旅芸人のビタリスさんでした。その日から大好きなお母さんと離れて私の果てしない旅が始まったのです。少し休憩しよう。はい。わあ、冷たい。やったぜ。こら、返しなさい。起こしなさいってば。うわあ、返しなさい。おっと、あ、こら、降りなさい。おお、あっ、危ない。デミ、大丈夫か？骨を折ったかもしれませんよ。あいつら孤児院の悪童たちだな。有名ないたずら者たちですよ。これでいいわ。ありがとう。どうだ、もう全然痛くないわ。本当に何とお詫びしていいか。あ、いや、ごめんなさい。ニーナ、どうして泣くの？ニーナはピエールの妹なんです。お兄ちゃんを許してくださいって言ってるんです。ニーナ、泣かないでいいんだよ。ピエール、あなたがいけないんでしょ？分かったよ、謝るよ。さっきはごめんな。もういいわ。うわあ！ほらね、ピンピンしてんだろ。心配しなくてもいいぞ、ニーナ。ピエール、なるほど、筋金入りのいたずら坊主だ。困ったものです。ニーナには優しいんですが。見たところ、ニーナは言葉が話せないようだが。ええ、そうなんです。前は話せたんですが、ある日突然。突然？お母さんが亡くなったショックで言葉がうまく出てこなくなったらしいんです。あ、誰かいるの？ねえ、お猿さんがお芝居するって本当？あなたたち、ビタリスさん、オイルマインのお客様みたい。ジョリクールもその気になってる。さて、次なる出し物はジョリコール閣下とこの召し隊というお芝居です。前は話せたんですが、お母さんが亡くなったショックで言葉がうまく出てこなくなったらしいんです。お母さん、お母さん、
私頑張ってるよ。後なんかついてくんだよ。ピエールこそこんな時間にどこ行くのよ。うるさいな。お前なんかに教えるもんか。教えんのは孤児院の仲間だけだ。どうして？父さんも母さんもいない子、俺の仲間だからさ。じゃあ私も仲間よ。私だってお父さんもお母さんもいないもの。ううん、お母さんはいるわ。私を育ててくれたお母さんが。私ね、捨て子だったの。嘘だろ。本当よ。もしビタリスさんがいなかったら売られちゃうとこだったの。じゃあ帰るね。待てよ。わかった、ついてこいよ。その代わり大人には内緒だからな。ここはどこなの？ジェラールさんのお屋敷だ。ジェラールさんって、じゃあ人の家に忍び込んじゃったの？わかってる。でもニーナのために仕方がないんだ。ニーナのため？ここだ。マリア様、お願いです。ニーナをまた喋れるようにしてください。ピエール、じゃあそのことをお祈りしにここへ。今夜で99日目なんだ。99日？死んだ母さんが言ってた。100日間お祈りを続けるとマリア様が奇跡を起こしてくださるんだって。ニーナはその話が大好きで、いつもお母さんにねだってた。ねえねえ母さん、いつものお話して、マリア様のお話。はいはい。昔ある村に心の優しい少女がいました。少女のおばあさんは長い間重い病気にかかっていました。少女は毎日祈り続けました。おばあさんの病気が早く治りますようにと。ちょうど100日目のことでした。マリア様は少女のそばに近づいて言いました。あなたの祈りを聞き届けましょう。こうして少女のおばあさんは元気になったのです。そうよ、マリア様はいつも弱いもの、小さいものの味方なの。それからしばらくして母さんが死んだ。その日からニーナは話せなくなった。とうとう明日が100日目なんだ。ニーナのためにマリア様は奇跡を起こしてくださる。
ニーナはきっともう一度話せるようになるんだ。なんだって、ピエールのやつが？はい、見てくださいませ、子供の足跡です。それも二人のようでございますな。二人？ピエールともう一人は誰なんだ？わかりません。ですが、ピエールのやつ、ここからこっそり忍び込んでいるようです。毎晩。毎晩？それで何を盗んでいったんだ？いや、それはまだわかりません。ですが、問い詰めればきっと答えるでしょう。すぐに捕まえて、わしの前に連れてこい。わしはここを調べる。かしこまりました。ここから入ってきたのか。いまいましいやつめ。今日がとうとう100日目か。し、大きな声で言うな。ごめん。でも本当にすごい。一日も欠かさず頑張ったね、ピエール。まあな。けど本当に奇跡なんて起こるのかな。起こるさ。ニーナはきっと喋れるようになる。約束して。もう分かってるって。今日が終わったらもう二度とジェラールさんの家には忍び込まないよ。忍び込む？ピエール、やっぱりお前だったんだな。ああ、ピエール、本当なの？あなた毎晩ジェラールさんの家で泥棒を？違う。あ、来るんだ。もう二度とピエールは外に出しません。夜も私が見張ります。だから許してやってください。待て。こら、待て、ピエール。あと一回なのに。一回だけお祈りすれば奇跡が起こるのに。今行かなくちゃ二度と行けなくなっちゃうんだ。マリア様。きっとあそこへ行ったんだわ。マリア様、マリア様のところへ。お屋敷が火事。ああ、みんなで消そうとしてるんだが、火の勢いが強くて。旦那様。どうしたの、ニーナ。何？何が言いたいの？きっとピエールがお屋敷にいるんだ。じゃあレミもだよ。レミ。旦那様が危ない。早く火を消すんだ。早く。
ハッピー、ここでみんな止まっているんだ。レミ、しっかりしろ、早く逃げないと。レミ、ピエール、どこだ、どこにいる。レミ、ピエール、レミ、ビタリスさん。レミ、ピエール、ビタリスさん。よかった、怪我はないか。うん、よし、行こう。レミはまだ中だ。ごめんよ、ニーナ。レミ、待て、危ない。レミがまだ中にいる。それにマリア様が燃えちゃう。ニーナのためにお祈りしてたのに。ニーナのために。レミ、マリア様。無茶をする。ごめんなさい、もうしません。レミ、君たちとピエールは私の命の恩人だよ。ありがとう。ピエールが勇敢だったんです。ああ、そうだな。しかし知らなかった、あのいたずらが妹のために祈っていたとは。もっと早く話してくれればマリア像をプレゼントしたものを。今言ったこと本当ですか？ん？また始めるよ。マリア様を見つけてお祈りするんだ。100日なんてすぐだ。どうしたんだ、ニーナ。ちょうど100日目のことでした。マリア様は少女のそばに近づいて言いました。あなたの祈りを聞き届けましょう。マリア様、マリア様が歩いてきた。自分を
人がイボンヌ奥様。サラ、私の本当のお母さんはどこにいるのかな。あのイボンヌさんは。前へ進め、レミ。明日を見つめて